皆さんこんばんは、 MK です。スプラトゥーン3第4回のフェス、トリカラバトルやっていきたいと思います。トリカラバトルは2プラス2対4で行うフェス限定のルールですね。そう、これ2対2対4ではないんですよ。結構勘違いしてる人いませんか？今回で言うとホワイトが4人守備側で、ミルクとビターは2-2で攻める側なんですけども、今回最後に一番面積を塗ったのが例えばミルク側だったとしたら、ビターも勝ちです。そうなんですよ、ここはね2プラス2仲間なので、 MK さんがビターの方に行ってこうビターのねインクをバーって塗りまくるとか、ビターの人を倒すなんてもう論外でございます。だからビターの人がスーパーシグナルを取ったら、なんならこっちからしたらラッキーという意味でやっていければと思います。結構プレイしてるとこの辺まだ勘違いしてる人いるよねと思う方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして前回のフェスからマッチングも変わったんですよね。そう、まあ今回はたまたまあれですけど、中間発表時点で1位のチームが守備側で、2、3位のチームが攻める側ってことで、1回2回目のフェスまではやってたんですけども、まあ、マッチングがねあまりにもしにくいということで、まあまあまあここは取れないかその辺はランダムになっております。今回はねたまたま中間発表時点で1位だったホワイトが守備になっておりますが、まあ最終的に勝つのはミルクなんで、まあ関係ないでしょう。 MK さんがねここでなんとかフェスに貢献したいと思います。ミルク派頑張っていきましょう。まあこの動画が出てる頃にはもう最終結果出てるかもしれませんが、まあまあまあ確実にミルクが勝ってることでしょう。何も MK さんは心配しておりません。そしたら上に登って、ちょっと待てよ。結構ねスピナーはねシャープマーカー一方的にやられがちなので、その辺意識したいんですけども、一回下がって、オッケー下がり合戦でしたね。はい、そして味方がスーパーシグナル取りました。一応向こう側守備してオッケー。結構ルール理解してない人いるからさ。はい、これでスーパーシグナルはとりあえず取ったと。もう一個取れたら最高だけどな。今回のこのナメロウ金属は一つ目のスプリンクラー、でっかいスプリンクラーが今の MK さんの後ろ側くらいにあるので、2個目取ったら確かど真ん中だったかな。2個目取れたらかなりでかいです。そしてちょっとカニタンクやられてしまって、ほら巨大スプリンクラーありますね。おお、なんか入ってきてたか。今のところはビターも結構塗ってんな。よーし、じゃあ協力してホワイトのインクを塗りまくりましょう。ちょっと待って、ここ3人ぐらい固まってるよ。ちょっと待って、優先順位、危ね。1人倒して、ちょっと待って、炭酸ボム、いろんなことにちょっと気が取られすぎましたね。今1対1体確実に倒せばよかった。相手ミルクが1人やられてて、スピナーがずっと塗ってんな。思ったよりスピナーが長くて体力減っちゃってましたね。おっと、味方スーパーシグナル確保しました。そしてビターが今んとこ一番塗ってるよ。いいぞ、協力してホワイトのインクを潰していきましょう。あんたはそこで何をしてる飛んできたら周りにインクがなかったんでしょうね。でこの辺のホワイトバーッと塗りまして 42% いけるぞ今度はミルク勝てるぞ。はい、ここカニタンクでバーッと、やめてめちゃくちゃ狙われてた。はい、で手前のホワイト倒してダブルカニタンクで塗っていきましょう。素晴らしい、完全にミルク勝ったよね今。なんなら 50% ぐらい取ってない？50% ぐらい取ってる気がするんだけど。どうでしょうか？ 44.8%。まあ。スーパーシグナル2つ取ったらこんなもんですよね。バトルナンバーワンも塗りポイントナンバーワンも取ってんのやばくない？ MK さん。バトルでも塗りでも貢献したってこと？ありがとうございます。まあ確かに結構倒したし結構塗ったような気はしますけどね。バトルナンバーワン、塗りポイントナンバーワン、注目された時間ナンバーワンと、まあこれは MK さんが勝ったと言ってもいいんじゃないでしょうか。貢献度もらいまして。よーし、じゃあ第2試合行きましょうか。はい、始まりました。第2試合、ステージはナメロウ金属。そして今回 MK さんは守る側ですね。もちろん守る側の方が勝ちやすくデザインはされてるんですけども、でもね、油断すると負けてしまうということで、しっかりスーパーシグナルとかも取られないようにしていければと思います。そう、これ守る側はさ、今回で言うとビターもホワイトもどっちも見ないといけないから、本当に頭の処理が追いつかなくなってくるんですよね。普段はさ、ほら4対4だからもう相手を倒したり塗ったりすればいいんですけど、両方だからね今回はね。その辺意識していきましょう。スーパーシグナルが出てないうちに周りを塗り固めておく。そしてこっち側も誰もいなそうなので、ちょっと塗りますか。お、いましたね。ちょっと射程は負けてるので無視するとして、そう、シャープマーカーはね、勝てる相手、勝てない相手、勝てる立ち回り、勝てない立ち回りみたいなのを意識するのが非常に大事でございます。まあ全部の武器そうなんですけども、シャープマーカーは特にめちゃくちゃ射程が狭いので、射程の狭さを、
まあまあまあ、さらに射程が短いカーボンローラーにやられてしまいましたが、カーボンローラー強いな。まあまあまあ、カーボンローラーが強いのは MK さんが一番わかってるんですけども、まだいるよな、そこ。ちょっと待って、うるしょ。なるほどね。でもなんかスーパーシグナルは取りに行かないか。まあまあまあ、確かに MK さんしか落ちてないって状況ですよね。まだいるよな。待てよ、いる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 、オッケー。まあまあまあ、一応ねカーボンローラーよりはさすがに射程が広いということで冷静になれば勝てますね。まあでもカーボンローラーは隠れ作戦だからな、基本的に。で今のところはミルクが全然 7. 点何パーとかダメで、ビターが 28%、 まあちょっとやった方がいいですね。まあスーパーシグナルも取られてないし、全然余裕ではあるんですけども、塗り返せるところは塗り返していきますと。特にスーパーシグナルの周りね。そう、そして今回のナメロウ金属さ、ステージ変わりすぎじゃない？もはや別捨てなんだけど、今そこ見えてましたよ MK さんには。いやなんかさ、全然どこもかしこも違うよね。真ん中にトラックが2台あって金網があるくらいしか共通点がない気がするんだけど。しかも金網のど真ん中穴開いてるし、でそこもさ、なんか繋がり方違うしさ、右の方なんて、まあ、ガチヤグラの時に近いデザインですけど、いやにしても違うな。そうそうそう、ガチマッチはねルールによってはエリアとかヤグラとかここの周りの関係でいろんなね場所に回収がされたりするんですけども、そんなレベルじゃないぞこれ鳥からのやつ。はい、この辺塗ってミルクがちょっと追い上げてきてるか。言うて、おーっとスーパーシグナル廃止、ここはしっかりガード。でさらにスーパーシグナル取れ、あーっと守れるか、ありがとう。MK さんはちょっとメガホンレーザーでやられてしまいましたが、なんとか守りきった。そしたら一応ビターの方が面積多いのでこっち塗りつついきましょうか。一体倒したよ。今のクイボクイボ直当たりうまいですね。そこ今まあ2回当たってって感じだったか。まあ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 、言うてね、やっぱり相手は2人2人だから結構1人やられるだけでも致命傷なんですよ。これどんどんキルしてったら塗らなくても勝てますから、このルールは。でここしっかりくるっと回って OK 倒していく。スーパーシグナル最後取られてもあんまり意味ないので、そこはもう無視していいと思いますが、はい、ビターの方が濡れてるので一応こっち塗っていきまして OK。 さすがに勝ったっしょ。ちょっと余裕すぎて全然実況も熱が入んなかった感があるんですけど、皆さん大丈夫でしょうか。ついてこれていますでしょうか。 47.3%。 いやまあ守備側が勝てるようには。うお、またバトルナンバーワン、塗りポイントナンバーワン、しかもとどめ数もナンバーワン。ちょっとちょっと、MK さんがこれミルクに一番貢献してる説ない？ミルクの人ちょっと MK さんに感謝してね。まあまあまあ、さすがに勝ってると思うんでいいんですけども、また8キル4です。そして、はい、経験値とカタログレベルも上がっていくと。じゃあ、最後の試合行きましょうか。よーし、行きましょうか。最後の試合、ステージはもちろんナメロウ金属。今回は攻める側ですね。っていうかさ、トリカラバトルの時さ、2ステージぐらい用意してほしいな。そう、スプラトゥーン2の時って、フェスの時ミステリーゾーンっていう、フェスの時にしか遊べないステージがあったりしたんですけども、それは今回ないんだよね。もしかしたらこの間ダウンロードコンテンツで発表されたサイドオーダーとかクリアした後に来るの、クリアっていうか、まああれが配信された後に来たりすんのかな。そう、ミステリーゾーンはですね、メカの扱いがうまい飯田が作ったステージっていう設定になってるんですよ。だからああいうね、こう宇宙空間でタコっぽいというか、ヒーローモードにあった仕掛けとかがいっぱいあったのがミステリーゾーンなんですけども、あれはね、タコの技術、タコの高い技術能力を使って作られたステージという設定なので、まあ今回飯田いないからな、今のところ。飯田がいないとミステリーゾーンは作れないという、まあ、設定を守っているんでしょう。だからまあステンタクルズね、ダウンロードコンテンツで来ると思うので、来た時にでもぜひよろしくお願いしますよ、ミステリーゾーン。そしたら落ち着け、こっち回ってそこのチャージャーを倒していきたい。無理やり OK、 いけるんじゃない、これ取れるんじゃない。3人いなかったけれど、あの人が間に合わなければ OK、 いった、スーパーシグナル確保。いいですね、ちょっと積極的にスーパーシグナル今回確保していきましょうか。あと1回取ったらもうほぼ勝ちですよこれ。ワイドローラーはいいとして、ただ上塗りたかったんだけどね。そしてこのあれか、スプリンクラーの真下だけ塗れない仕様なんだこれ。で、はい、突っ込んできましたが、ちょっと待てよ、取れるか、無理やりいっちゃう、
って特に敵の数は減っていないけれど、ごめん北斎の人、今ちゃんとやってくれてたね。そしたらもう一度チャレンジしていきましょう。まずはこちらを塗りまして、今のところはミルクが勝っている。まあまあまあスプリンクラーの分ということでしょうか。で落ち着けいるな、ワイドローラーか。あー吸引器、吸引器マジで強いよね。そう吸引器って結構守備にも使えるんですよ。ガチヤグラに乗りながら吸引器してるだけでもう周りのインク全部吸い込んじゃってさ、あのヤグラ進めることができたりするんですよね。まあスーパーシグナルも同じでございます。もう無理やり取っちゃうよこれ。今の人多分すれ違いざまにあの MK さんのこと、あーあーあーとと追ってこなかったので OK 取れた。いけるよ、もうダブルあのスプリンクラーというか、これなんていうのよ、みこしなんていうんだろう、まあ、スーパーシグナルで出るスプリンクラー巨大スプリンクラー、これがねもう2個出てるんで、さすがに勝ったっしょ。真ん中が塗ってくれるし、こっち側も多分塗る必要ないから、もうどんどん攻めちゃって塗るか。ビターの面積減らしていきましょう。 OK 一人倒した。でこっち側もパーッと塗る。もうシグナルは出ませんからね。シグナルは1回の試合で2回まででございます。だから2回取られちゃうとミルクの人とかもね、もう今回ミルクじゃねえ、ホワイトの人もね、今回取れなくなっちゃうんですけども、まあそこは仲間ということで多めに見てくださいな。これも全部取りまし塗りまして、そうあとねスーパーシグナルゲットして勝利するみたいなのでバッチがもらえたりしますよね。皆さんもあの金のバッチどっちも揃ってますか？ MK さんは一応前回のフェスでかな、金のバッチどっちもゲットすることができました。フェスもね、まあもちろんあのあーただ向こう2年ぐらいはやってると思いますけど、その後はやらないと思うので、今のうちにあのバッチが欲しい方はやってみたらいいんじゃないでしょうか。ということで後半はもう実況というよりはスプラトゥーン雑談になっておりましたが、それぐらい余裕の試合だったということですね。 49.8%、ちょっと今回、あまあバトルナンバーワンじゃないけど塗りポイントはナンバーワン取れてると。なんか今回の3試合 MK さん うまいのでは。今までのフェスの動画で一番なんかね手応えはあったなという感じなんですけども、5-9kill3です。いいじゃん。これでもあれか、バトルナンバーワンではないのか。はい、ホラガイもゲットして、そうホラガイはね、あのフェス期間中にガチャ回さないといけないので、皆さんあの忘れずに回し切ってくださいね。とこの動画が出る頃にはもう多分フェスが終わってるとは思いますが、あ味方も結構強かったんだね。ということで、スプラトゥーン3、第4回のフェスやってきましたが、いかがでしたでしょうか。まあもちろん優勝はミルクなんで、皆さんホワイト派とビターさん、ビター派の皆さんはお疲れ様でした。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。